スノーマン生配信ライブ、最大同時視聴者数133万人突破、シャープスノーマン見習くライブ、が X トレンド2位に。9人組グループ、スノーマンが12月31日、自身の YouTube チャンネルで、スノーマンスペシャルライブ、みんなと楽しむを大晦日。ない、ライブパート、を生配信した。同時接続者数が、最大133万人に到達し、SNS でも大きな反響が寄せられた。ライブコーナーは、目黒蓮が主演を務めた TBS 系金曜ドラマ、トリリオンゲームの主題歌で、今年9月にリリースされたナインスシングル、ダンガーホリックからスタート、ブラザービート、キッシンマイリップス、タペストリー、オレンジキスなどの人気曲を披露したほか、2024年2月14日に発売されるテンスシングルより岩本照が主演を務めるテレビ朝日系推しドラサタデー、恋する警護24時の主題歌、ラブトリガー、渡辺翔太が主演を務める日本テレビ1月期新ドラ、先生さようなら。主題歌、ウェルゴートゲザー、を初パフォーマンスした。